さあ、鳥取県からは変幻自在卵料理、こちらのお店を紹介したいと思います。こちらのお店行けばもう卵を使ったいろんなものがあるんですよ。行きましょう、ね、卵屋さんですもんね。そうなんですよ、卵屋さんなんです。こんにちは。ということで伺ったのは鳥取県大山町にある絶品卵を使ったスイーツを販売するお店、卵屋工房風緑です。こちらね、もともと養鶏場さんがやられてるということで、もう卵も並んでいますし、卵を使ったいろんなものが並んでいるんですけども、この撮影をするためにね、もうお客さんがすごすぎて今待ってたんですけど、その待ってる間にいろんな商品がなくなったという今回現状でございますけども、それぐらい大人気のお店なんですよ。これ卵を使ったドーナツ、カステラ、ケーキ、いろいろあるんですけど、今日紹介したいのはシュークリームなんですよ。まずはお店の方にお話を伺います。ここの大人気のシュークリームなんですけども、はい、もうさっきも街がすごくて僕らも撮影せずに1時間待ってたんですけども、これどれくらい毎日作られてるんですか？はい、季節や祝日土日にちょっと数が変わるんですけど、だいたい200個以上を目指して。やはりこちらのお店、卵にはこだわりがあるんですか？普通のニワトリさんの養鶏場さんは米が多い、米じゃない、トウモロコシが多いんですけど、この桜卵、うちの鳥はお米、日本産のお米を使うようにしてます、餌で。普通はトウモロコシを餌にすることが多いのを、ちょっと米をたくさん使うことによってまた違う風味やコクが出たり、美味しさや安心安全をもう提供できているということなんですね。はい、なるほど。じゃあまずは卵自体を買いましょう。卵、あとは好きなものがいっぱいあるけど、卵といったら岡田さんカステラじゃないですかね。カステラ、あとはもう定番のシュークリームいきましょうかね。さあ、ということで卵を購入いたしました。卵を使った商品と卵自体も購入いたしましたので、これを家帰って食べたいと思います。さあ、それでは岡田さん、はい、食べましょう。買ってきましたね。僕シュークリームにします、はい、なんでこれにしたか分かります？一番人気だからじゃないですか。やっぱり違います。なんですか？両方食べたい中で、はい、カステラは切るだろうということで、余りがあるだろうということであ、もうこれ食べる気なんですね。それは私が持って帰りますなるほど。で、1個しかないシュークリームを取ったと、そういうことです。賢い。いただきます。賢い。あ、もう早速これね、はい、生地のサクサク感が触り心地わかります。わかります、はい、でかいですよね。やっぱでかいね。この大きさはかなりでかくない？うん、僕顔グラウルで、それはちょっと言い過ぎですけど、顔グラウルでほら言い過ぎですけど、遠近法、これ拳ぐらいはありますから。そうだな、うん、でかい。じゃあいただきます。うまっ。あ、これうまいやつだ。うまい、うまいっていうか、クリームすげえたっぷり。満パン。さすが大人気のシュークリームだけあるね。うん、うわー、生地サクサクの中からとろんととろけるようなカスタードクリームがもうなだれて出てくるなだれ出てくる、うん、これだってわざわざ注文されてからカスタード入れるらしいですからね。なるほど。あ、しかもね、はい、甘みって、その砂糖の甘みとか、その果物の甘みとかいろいろあるじゃないですか。卵のコクがすごいする甘み、あ、卵の味を感じるカスタードだっていう感じ。やっぱ卵屋さんが作ってるだけありますね。あるね。ですごい舌触りが滑らかでトゥルンとしとって、なだれ出てくるなだれ出てくる、うん、いいですか、私のカステラも。うん、待って待って、うん、うまいわ。はい、ね、ちょっと一旦やめますね。はい、あ、うまっ、ね、じゃあ私のカステラも、このふわふわ感すごくないですか？本当ね、生地がね。いただきます。絶対しっとりしてるやん。うまっ、うまっ。うん、生地すごいしっとりしてるし、卵のコクがすごいですよ。やっぱり、うん、口に入れた瞬間、卵感たっぷりの美味しい優しい甘みでね、甘さもきつくない感じだね。全然いけますね。美味しい。そんなに甘いもの食べるあなたじゃないけど、うん、ガンガンいける。ガンガンいける。優しいほんのりした甘さ。いい感じですよ。いいですね。やっぱ卵が美味しいと何作っても美味しいのかな。まあ、うん、もちろん作り方の美味しさはあるんでしょうけどね。うんうん、さあじゃああとは卵かけご飯を、はい、今ご飯炊いて待ってますから、はい、しばし待ちましょう。さあできましたよ、卵かけご飯。最高のあの白身をねふわふわにしてかけたことでなんかすごくあのドロッとした感じが残ってるのがないんですよ。だからもうその食べ方の時点でまず美味しそうでいきましょう。いただきます。卵かけご飯ってうまいよね。いただきます。あうめえ。あーうめえ。あめちゃくちゃうまいじゃん。卵の味が濃い。うん、すごく卵のコクがあって卵らしい甘みもあって、あの白身を本当にふわふわにしてからやってることであのぬるっとした感じがないんですよ。だけどあのかき込める感じのあの卵かけご飯の感じは残っていて、うわこの食べ方うまっ。白身を加えるだけで全然違うし、何より卵がうまいですね。卵の美味しさをちゃんと味わってるこの感じがする卵かけご飯ですわ。うわうまっ。うんうん。あうめっ。うん。いや岡田さん。はい。やっぱ卵って侮ってはいけませんね。そうですね。うん。卵一つだけどその味が変わることで、うん、こんなに一品一品大きくなるし、美味しい料理もたくさん、料理っていうのかな。まあ美味しい商品がいっぱいありますから、はい、ぜひ鳥取来られた際には風見鶏にお越しください。行ってみてください。